米沢いずみのフィルファイン TV、 ただいま、広島県大社橋にあります、御橋の下からお送りしております。ちょっとカメラが遠いので、マイクも試運転ということでね、観光客の方が大変多くてですね、めっちゃ今冷や汗をかきながら撮っておりますが、本日はですね、まずこちらから、ここで見た、お花の報告ということで、人生初めて見たお花がいくつもあったということで、そちらについてまずお送りしたいと思います。はい、ということで、まず御橋をね、通過した画像の方をお届けしたいと思いますが、ここですね、天然峡、自然峡というやつで、もともとカルスト地形で、石灰岩質の、地形に、空気中の、二酸化炭素を含んだ、弱酸性の水が流れることによって少しずつ溶かされて、それでね、その地下水路とか、水が流れていったところに下に穴が開いて上が残ったということで、それがまさにこの雄大な自然峡ということですね。日本最大規模であることは間違いないですが、なんといってもこの御橋の特徴は、まさにこの橋の上、上を本当にいい里道として使ってたというね、江戸時代までは普通に使われていた道だということが、古文書から分かっているということで、非常にね、そういう点でも非常に素晴らしい、ものだということが言えると思います。ここは今日泊まっているね、角屋旅館さんからは、1.5 キロぐらい歩いたところでね、遊歩道の入り口からは、1キロちょっとぐらいという感じになっておりますが、こちらの、この時期はね、まさにお花のシーズンということで、たくさんたくさんお花を見てまいりましたので、まずそのレポートをお届けしたいと思います。まずですね、全体の外観ということなんですけども、ただいまですね、満開状態で非常に目立つ花としては、まず黄色い山吹草ですね、木の山吹の花に似てますが、花びらが4枚しかないというね、草でございます。山吹草真っ黄色全開、あとそれからね、昨日これちっちゃいなって言ってたら正門数がですね、奥の方に来ましたらですね、日がよく当たりやすいところ中心にもバカでかいね、3センチぐらいの花が満開になっておりました。非常に私はこの長い毛も生えていてね、若干気持ち悪いと思うんですけども、母はね、見てどこが気持ち悪いのつって、首をかしげていたということでございました。これもね、満開で、そんなにまばらにつく花なのでね、そんなに目立つわけじゃないんですけども、道端にふと、視線を落とすともうずっと紫紫紫紫みたいな感じになっておりました。はい、あとですね、それから崑崙草ですね、こちら要するに白い菜の花だと思っていただければ良いと思います。実際にはハタザオの仲間なのかな、はい、ハタザオっていうね、油の中の植物がありますが、基本黄色いくなって白い花が咲くんですけど、その周り、割とでもこの崑崙草は、菜の花に割と近い花が咲いているということで、そちらの方ね、もうかなり満開状態で楽しんでみ、ました。はい、あとですね、この3つが主に目立った花ということなんですけども、あとは、それぞれ、紹介していきたいと思います。順番にね、1個ずつね。はい、まず昨日の大社、
帝釈川沿いのね、門屋旅館の向かいに一輪草が咲いていて、なんかこれ星形で変だぞというふうに言ってたんですけども、まあこちら来ましてもね、まともな普通の、まともかどうかわかんないですけど、普通の形をした一輪草も、たくさんありましたが、やはりですね、半分近くは星形の一輪草であったということですね。で、明らかにこれ一輪草としてはでかくないかと、私は3センチから4センチぐらい一輪草だと思うんですけど、これ5センチあるぞということで、直径がね、いうことで、だいぶでかい一輪草だなというふうに思いました。でですね、一方で二輪草もちょこちょこ満開なんですけど、二輪草がですね、ちょっとちっちゃいんじゃないかなっていうね。ちなみに一輪草、二輪草、どっちも同じ仲間で、一輪咲くのが一輪草だけど、二輪咲くのもある。二輪咲くのが二輪草だけど、一輪しか咲かないのもある。ちなみに三輪草っていうのもあったりして、よくわかんないんですけど、二輪草の方はですね、まあ、これも、まあ、2、3センチぐらいだと思うんですけど、2センチ未満のね、ちっちゃい花が多くてですね、一輪草に二輪草栄養分吸い取られてんじゃないかって、離れてからそんなことはありえないんですけど、ちょっとふと妄想してしまった次第でございます。はい。それからですね、あとこの時期は山瑠璃草が綺麗ですね。紫科の仲間ですけども、花のね、中央部分が妙な形をしていて、まあ、特徴がある形なんですけども、まあ、この山瑠璃草をね、時期が経つとこの青からピンク色になるってことでね、両方見られました。まだちょっとピンクが少ないですけどね、両方見られて非常に満足しております。ね、これも私、山瑠璃草はこの、1回目にこの帝釈峡ゴールデンウィーク来た時に初めて見た花で、非常に思い入れがある花でございます。はい。それからと、この前ね、先週、日立海浜公園で、野良咲きしていて人生初見だって言っていた、ホタルカザ、これも紫科ですけども、こちらもこれ母が発見しましたね。ということで一輪だけ見つけました。びっくりしました。はい。それからあと、高灯台がありました。鍾乳洞があるんですけどね、今日は入ってないんですけど、その鍾乳洞の入り口のところにね、一株だけ咲いてました、まあ、典型的な灯台草科のね、花でございまして、まあ、要するに排状花序っていうやつでね、基本的におしべとめしべと密線以外は何もないと、花に見えるのは全部葉っぱということになってましてね、まあ、究極の生殖機能に特化した花というね、非常にクールビューティーというね、ことでね、まあ、プラスチックビューティー違うか、プラスチックじゃないね、はい、というふうな、まあ、ことを思った次第ですが、まあ、そんな、高灯台で、これね、初めて気づきました存在にね、ちゃんと花が咲いておりまして、まあ、ちょっと感動しました。はい、それからあと、仙桃草ですね、セリ科のちっこいちっこい花ですけども、まあ、なんかお見合いしをめちゃめちゃちっちゃくしたみたいな花で、仙桃草、これもね、小さいので目立たないんですけど、そこら中に咲いてましたね。はい、あと、まあ、おなじみ、昨日も見ました踊り子草もところどころ固まって満開状態であると、薄ピンクが多いですね。はい、ということでございました。あと、まあね、それから、十二一重ね、これも毎年今年行けなかったんですけどね、三鴨山に、佐野の三鴨山に、片栗の、ね、里に見に行くときに、ね、必ず十二一重が一株だけ咲いてるっていう、ね、謎の箇所を見てるんですけども、もともと私このやっぱりね、このゴールデンウィークに以前帝釈峡来たときに初めて十二一重という花を見たということでね、まあこれも今回も、まあ、何箇所かで見ることができました。はい、この十二一重見てたらですね、ふと足元を見たら、あれなんじゃこりゃっていうことでですね、私もう夢にまで見た、一度も生で見たことがなかった銀鱗草がいっぱい咲いてるではありませんかってことでですね、かなりびっくりしました。まあ、ご覧の通りですね、まあ、葉緑体なんかあるわけがなく、完全な寄生植物でして、まあ、この花を、生殖のためね、種作るためだけにこの真っ白な花、まあ、中を見るとちょっとね、腐ったような群青色なんですけども、まあ、そちらをね、まあ、お花ということでございまして、まあもう非常に感動しましたね。2箇所で咲いてました。もちろん場所は言えません。ご自身で探してみてください。非常にちょっと踏みつぶしやすい箇所なので気をつけていただきたいと思います。それからあと、これも人生初見ですけど、梅花イカリソウ。ね。イカリソウって言うとね、なんか結構こう、すごくなんかね、特徴のある、まあ、イカリソウっていうぐらいなので、イカリの形にね、見立てたんだと思うんですけど、まあ、非常に特徴のある形だけど、この梅花イカリソウちっちゃくてですね、非常に地味な花なんだけども、見た目ね、可愛らしい感じで、こんなイカリソウもあるんだってことでね、ちょっと感動した次第でございます。あと、花天草ね、これ花が点みたいなんで、花天草ってふざけた名前なんですけども、こちらもね、マクロで撮影してさらに拡大してみると、まあなんかね、ちゃんとね、紫色の花がね、ちゃんとあるということがよく分かったということでね、まあ今日はこれらの花について、もう存分に楽しんだということでね、報告させていただきました。まあ、実はですね、午前中は仕事してて、その後昼前からですね、母と二人で、まあ、御橋ここまでやってきまして、帰って、
弥生食堂というところでね、ご飯食べたんですけども、まあ、というのでいつものルーティーンなんですけど、母と来るときにね、その時に一応目星をつけておきまして、それで改めてね、その後レンタサイクル借りて、ここまでやってきて、で南行家の方まで行ってね、実際そのこの御橋まででは媒介カリスは見られなかったので、まあ、その御橋の先までね、レンタサイクルで行って、まあ、このお花見をしたということでね、非常に今回も充実した。銀梁荘も見られたし、もう羅生門かずらはさすがに私好きでも見飽きましたね、もう1年分羅生門かずら見たんじゃないかみたいな話でね、非常に、楽しめたということでございました。はい、ということで顔が土色というね、いつものパターンでございますが、まあね、それは肝臓が悪いのではなく、日本旅館の照明の問題と思いたいお年頃の53歳でございます。はい、ということで、ただいま広島県の上帝釈教の、門谷旅館さんの連泊2日目ということですね。で、まあ、先ほど御橋からのお花のレポートをね、前にありましたけども、ここからはですね、まあ、3食の食事のレポートということで、お話をしたいと思います。もちろんね、朝晩は門谷旅館さんの、こちらの門谷旅館さんの、レポートということになるんですけども、ね、お昼ご飯別のところでいただきましたので、まあ、それも含めて3食のレポートさせていただきたいと思います。はい。まず、朝食ですね。まあ、こちら朝食っていうとですね、まあ、ね、卵かけご飯っていうリクエストを、楽天トラベルの通信欄に書くんですけど、今回書かなかったら、まあ、だし巻きになったということでね、明日もだし巻きになった場合は、私は母にどうやってお詫びをすればいいのかっていう、まあ、ことでございますが、はい。まあまあ、それは明日になってみないとわかんないということですけども、まあ、とにかくだし巻きが出てきましたね。だし巻きは冷たいんですけどもね、冷たい割にはジュースが出てきて、まあ、割と、まあ、まあ、普通の美味しいだし巻きでした。はい。そしてですね、まあ、まあ、特筆すべきはですね、この、謎のつくね、しいたけですね。このつくねしいたけっていうか、これ焼き鳥屋のメニューでつくねとしいたけ凍りさせてるだけをすごく思い浮かべると思うんですけど、そんな問題ではなくてですね、鶏のつくねと、の、と、を、しいたけの、こうね、上に乗せて、それを何らかの形で焼いたのか蒸したのかちょっとわかんないですけど、加熱して、それをスパッと切って、強食サーブっていうね、素晴らしい一品でございました。それぞれのね、美味しさが、まあ、簡単に合致すると、安直に合致するとは思えないのでね、まあ、どんなもんかと思いましたけども、ギリギリのところでね、合ってました。はい、正直、鶏肉の旨味と椎茸の旨味がね、ダイレクトなので、この両者がダイレクトにあったら、たまに喧嘩するリスクあると思うんですけど、ギリギリ喧嘩しないね、ことで、美味しくいただきましたってことですね。はい。あと、そら豆の甘く、ね、甘豆、なんか、に甘く煮たやつね。まあ、金時豆みたいな感じで、そら豆を煮たっていうのもありました。あとですね、漬物の中に、わさび漬けなんだと思うんですけど、圧倒的に酒粕がほとんどないっていうね。酒粕は風味としてはちゃんとついてましたけど、まあ、ほぼ茎と葉だけっていうね。まあ、いいぞ、もっとやれ系の、わさび漬けが入ってました。この大変美味しくね、一口ですけど、いただいたということですね。あとあれですね、赤だしのお味噌汁出まして、まあ、割と広島って白だしだと思うんですけど、まあ、赤だしもね、美味しくいただきました。はい。なんか余計なこと言ってる人もいますけど、関西の言い方ですかね。赤だし、白だしって言い方はね。はい。まあ、ここは中国地方なんで違うという、まあ、母からのツッコミが入りましたけど、はい。まあ、それはそれとして、まあ、その、具としてね、まあ、ふと、お揚げと、それから、じゃがいもが、と、わかめでしたね。で、まあ、まあ、ふわ、正直、吸う一方なんていいとして、厚揚げがね、結構、この、なんか、粗いテクスチャーで、油が、わずかな油が、味噌に染みて、で、それで、味噌の味を吸ってっていうのは、非常にいい感じでございましたね。はい。で、もちろん、広島のお米は最高に美味しい、で、コシヒカリだと思うんですけど、まあ、気候に合ってですね、中国産地の気候に合ってる米は本当に美味しいということで、間違いないと思います。あとですね、椎茸を甘酸っぱく煮た。この、酸っぱいって結構この門谷旅館さんのキーワードだと思うんですけど、で、ここいつもね、仙台の、じゃなくて、宮城の、ね、荒立てな道の駅のカレーバイキングでいつもそれ言ってると思うんですけど、酸っぱいっていうのは基本的にいいキーワードだと思ってまして、ここもね、その酸っぱさを、例えば昨日の早のね、
焼き干し、干して焼いたやつに甘酢みたいなのあったんですけども、これもまあその系統だと思うんですけど、まあ、結構しっかり醤油&酸味っていう感じでね、椎茸につけられてて、まあ大きな切り身でね、これまあこちら自家栽培の椎茸の方だと思うんですけど、これも斬新な形で母がすごく喜んでました。はい。いうことでした。あと、まあ、塩鮭がめっちゃ油強すぎてですね、これびっくりって言って、今時の塩鮭でしたみたいな話で。でも、これがね、まあ、正直別にこれ今ディスったわけじゃなくて、まあ、これがこの宿がね、広島っていう大都市からの、集客、料理が美味しい集客を支えている一つですからね、いいということだと思います。はい。まあ、私的にはちょっとね、夜ご飯で油乗ってる鮭はいいんですけど、朝ご飯でこれはちょっと多かったかな、油っていうのは、率直な感想として申し上げておきます。そしてですね、お昼ご飯はですね、一回、まあ、11時半までね、まあ、泣け泣く仕事をしてたんですけど、で、母と二人でね、御橋行ってまいりまして、まあ、前半戦の話ですけどね。でも、その時はほぼ何の収録もしなくてね、母の記念写真だけ撮りましたけど、で、その後、まあ、要するに下調べですね、ここにこんなお花があるのでっていうことで、その後、効率よく一人で回るための、まあ、事前調査ということをやりまして、で、戻ってきまして、遊歩道の入り口に弥生食堂さんっていうのがありまして、いつもここでね、母と二人で、大社教の遊歩道を散策した時は、ここで、いただいている、ね、ご飯いただいているので、食べました。母はね、田舎ぜんざいとアイスクリーム食べてましたけど、甘味、ダブル、ね、いただいてましたけど、私はカレーそばにしました。で、まあ多分乾麺だと思うんですけどね、田舎そばに、またレトルトと思われるカレーということですか、ちょっと青ネギがね、加えられてて、ね、他の具入りよりも100円高い、700円でしたけど、その、今、価値はあった。まあ、バリューとしてはどうかと思いますけども、その相対的にね、700円お支払いするだけの価値は青ネギにあったというふうに言っていいと思います。一手間かけてね。こういう一手間が、こういうね、観光地のね、飲食店では、もう、バリューになりますので、これを見ている全国一人ずつ、二人ぐらいの、観光業者さんの方はね、これ参考にしていただければと。大変ありがたいと思います。はい。いうことで、まあ、そこで、弥生食堂で、まあ、軽く食べたということで、まあ、お味はまあ、そういうことです。はい。青ネギがよかったでね。はい。ということです。そして、夜ご飯ですね。昨晩は、鴨鍋でしたけども、鴨鍋っていうかね、大鍋で、土鍋で、鴨二人分で、母の分と二人分を茹でていただくっていうことだったんですけども、今日はですね、一人鍋の、小鍋に、固形燃料でね、昨日はカセットコンロでしたけど、それで、今日は、イノシシ鍋でございましたね。味噌味、めっちゃ濃い、味噌でしたけども、逆に塩分薄めでね、非常にこう、濃厚に、この、イノシシのめっちゃ、癖のない油が、たっぷり堪能できたということでね、非常に美味しかったです。やっぱね、で、そしてイノシシ鍋、いくらね、油がいいとは言って油ですから、油半分以上でございますので、ちゃんとね、ごぼうのささがけとか、あとこのフルフルこんにゃくね、置いて、こう、細かく切ってね、入ってたりしてね、非常に良かったということで、まあ、述べておきたいと思います。そしてそのフルフルこんにゃくですね、昨日ステーキでしたけど、今日はお刺身でした。定番お刺身、この中国産地のね、こんにゃくっていうのも含水量が異常に高くって、フルフル。で、まあ、テクスチャー的にはスカスカなんですけどね。まあ、そのスカスカにするっていう製法で多分フルフルを、ね、実現していると思うんですけど。まあ、本当はもうこれがまたね、もろみ味噌でね、いただいてて非常に良かったですけども。やっぱね、さすがに、まあ、この後出てくる鯉の洗いとか、イノシシも含めて、あまりに癖がなさすぎてですね、むしろ、このこんにゃくが一番癖が、まあ、相対的にあったんですけど、これちゃんと打ち消すようにね、ちゃんと、苗芽がついてくる。まあ、旬じゃないんですけどね。妙がついてくるっていうのはね、さすが、門谷川さん、ということでございますね。はい。あとですね、まさに大社川で採れた、天然ヤマメの塩焼きも出ました。まあ、美味しくね、いただきました。もう、それ以上の感想なくて、まあ、普通のヤマメの味だったんでね、それの感じはなかったですけども、まあ、大社川で採れたものをいただいたということでね、そしてもちろんそれから連続して、昨晩に引き続いて、鯉お好きですよね、とか言われて、その通りです、みたいな話で、鯉の洗いと、鯉国も今日
今日もいただきました。もちろん刺身醤油です。そして今日もまあレポート SNS でレポートしたんですけど、まあ、お風呂入ってたらピシャピシャ音がしたんで開けたらいけすからね、鯉を網で卵で救うとこだったっていうね、このあ殺生の現場見舞ったみたいなね、まあそういうことでございまして、まあね、正直途上のねこの牛の首バシャーというと比較にならんのですが、まあまあでも殺生は同じですからね、まあそれをありがたくいただくっていうことをね、まあ、常に我々は忘れちゃいけないわけでございまして、まあそれを感じながら食べていたということですね。まあもう味の方は全く癖がないっていういつものパターンですけど、ただ今日のコイコクの方はですね、昨日よりは骨が取りやすかったってね、別にコイコクって出汁を楽しむものなんで、別に身を食べる意味はないんですけど、つい食べたくなるじゃないですか。ね、はい、意地汚いだけ。ね、ですけども、食べたくなるんですけども、今日は割と、身離れが良かったのでね、結構美味しく、ちゃんと、がっちり身も食べられましたということが、まあ、特質でございますね。はい。あとですね、茶碗蒸しと蕎麦がきですかね、素朴な料理としてはね。はい。で、茶碗蒸し昨日はなんか、やたらこの広浅の器で、割ったら下の半分が、出汁しかなくて、血質流動みたいな謎現象、ミッチン現象みたいな、お送りしましたけども、今日の至って普通の、茶碗蒸しでした。よってですね、ちゃんとフェイスも、ツルツル、ツルントゥルンの、お肌、ベビーフェイスでございましたね。はい。で、味の方はもう、めちゃめちゃ普通の、美味しい、超美味しいけど、普通っていうか、普通の、超美味しい茶碗蒸しということでね、いただきました。はい。ということで、まあ、逆に言うと、あまりに美味しすぎて、感想がないみたいな、そういうやつかな。はい。あと、蕎麦がきですね。蕎麦がきこちらにいただくの2回目なんですけども、これがまあ、蕎麦がき自体美味しいに決まってんだよ、それね。ただ、母が言うにはやっぱり、母が申すには、割とこうね、練りがすごく丁寧なんじゃないかとね。自分も思いました。トゥルントゥルンの表面で、同じこと言ってます。すいませんね。オノマトペでしか表現できない、日本語力がない人間ですので。はい。で、トゥルントゥルンのフェイスでね、こう割るとざっくり割れる感じで、ちょっとサメ肌が出るみたいな感じでね。でそこにこう、ヒュッとこう、出汁が染みるわけですよ。で、その漬け汁なんですけども、これ後でね、それだけいただいたら、あ、なるほどと。これまさにね、これがね、盛りそばの、漬け出しかな、関西だと。まあ、関東だと漬けつゆか。の味を若干濃くした感じでね。そうなんです。蕎麦がきというのはあくまでも、今の、まあ、要するに、蕎麦、今の麺類の蕎麦の原型でございますからね、江戸時代のね。はい、ですから、当然同じ味の、タレというか、まあ、つゆでいただくのが当たり前ということだと思います。で、それぐらい食べられるぐらいスムーズ。外側スムーズ、中はサメ肌っていうね。バランスが良かったなというふうに思う次第でございます。はい、そして昨日のね、同じ押し寿司ね、タイとアジとサーモンのね、サーモンが脂が濃すぎるだろうというね、朝ごはんの焼き鮭と一緒でございますが、まあ、ちょっと率直な個人感想でございますが、まあ、いただいた後で、こちらの自家製プリン、オーバー、自家製クワノミジャム、ね、これも美味しくいただきましたということでね、まあ、そして、ライスね、ライスは、今日はおじやにならないのね、昨日はカセットコンロの大鍋だったんで、まあ、初めからおじや前提です。今日は後から持ってこられた。ですし、一人鍋でも固形燃料ですからね、それはできないので、ということで、当然ながら、イノシシ鍋のね、味噌だしをかけたりとか、あと刺身こんにゃくのね、フルフルの、世のもろみ味噌をつけたりとかして、あとおしんこでね、美味しくいただいたということで、今日はちょっと、3000食べて、おひつを空にしてしまったのでね、今回の旅では、僕になんか母の笑い声が入りましたね。はい。まあ、昨日もね、雑炊全量投入したんですけども、今日も、ご飯として全部食べちゃったってね、統合感では全くやんなかったんですけど、初めて、おひつを空にしてしまったという、ご飯として空にしてしまったということでね、食べる子は横に育つっていうね、格言通りの結果に多分なるのではないかということで、悲しい事態で、だけど美味しい事態でございました。はい、ということで、本日、広島にカビ大社長の、カドヤ旅館さんから、2番目のレポートを送りました。こちら実はですね、内緒の話ですけども、Wi-Fi 飛んでるのでね、あとパスワードかかってないので、まあ、自由にね、自由にっていうか、泊まってる人はね、自由にアクセスできますので、まあ、昨日もさっきね、アップロードで30分かかった。
ども、まあね、円弧に30分時間かかれてましたけど、まあ今日もね、日付が変わる前にアップロードできるかということでございますけども、まあ、何卒ご視聴よろしくお願いします。明日は島根県に行きまして、出雲湯村温泉からお送りいたしたいと思っています。ということでよろしくお願いします。